メリカのシンクタンク戦争研究所が東部戦線でドネツク州の制圧を目指しているロシア軍が、南部ヘルソン州で攻勢を強めているウクライナ軍に備えるために、ドネツク州北部から部隊を移動させているとの分析を示していたよね。だが、その後の東部戦線ではロシア軍の進撃が見られず、主要都市で攻略を目標として北方約 16km の地点まで迫っていた。ドネツク州の要衝スラビャンスクの制圧作戦を停止している可能性があるとしているとして、8月1日に指摘していたぜ。ウクライナは各国から支援されて最新鋭の兵器を扱っているからね。ロシアもなかなか思うように進められない状況なのかな？そうかもしれないね。さて今回は、南部の占領地防衛のために東部戦線から部隊を移動したロシア軍について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。この東部のロシア軍部隊の南部への移動に関してイギリス国防省もまた、ロシア軍による東部ドネツク州の要衝都市バフムトの制圧が遅々として進んでいないと発表していて、ロシア軍がドンバス地方での作戦を修正し、相当数の兵力を南部ヘルソン州の防衛のために移動させていると見られると指摘したよ。さらにイギリス国防省では移動している部隊の規模は大規模であると認識していることを示しているほか、南東部でアゾフ海に面しているマリウポリの市長顧問が、同市のロシア軍部隊が、ザポリージャ州のメリトポリ方面に大規模な部隊を移動させていて、長い車列が移動していることを SNS に投稿しているね。ロシア軍は首都キーウ攻略に失敗し撤退した後、東部ドンバス地方ドネツク、ルハンスク領州の完全掌握を目指して兵力を集中させていたんだけど、優勢に侵略を進めていた東部戦線から、多くの部隊を南部戦線に向かわせなければならないほど南部ヘルソン州では劣勢に陥っていて大部隊の増援を必要としていると見られ、ロシア軍の戦略が再び大きく揺らいでいると指摘されているよ。その証拠に、ロシア軍の南部への移動が報じられた8月1日、ウクライナ軍はロシア軍が占領を続けている南部ヘルソン州において、これまでに46の集落を奪還したとしたことを明らかにして、少しずつはあるが攻勢に転じつつあることを世界に示していたぜ。ウクライナ南部のヘルソン州は、ロシアが2014年に一方的に併合したクリミア半島に直接つながる位置にあり、補給源としてだけではなく水源がないクリミア半島へ水を供給している重要な役割を果たしていて、クリミア半島東のケルチ海峡でロシア本土のクラスノダール地方の、タマン半島とクリミア半島の東端を結ぶクリミア大橋が開通した2019年以降もその重要性は変わらないんだ。このヘルソン州をウクライナに奪還された場合、クリミア半島が孤立してしまうことになるよね。だからこそロシア軍は東部ドネツク州の制圧作戦の進行を遅らせてでもヘルソン州を死守しなければならない事情があるってわけだな。南部に移動したロシア軍部隊がドニプロ川ドニエプル川を溶かしてウクライナ軍との戦闘地域に展開したと、アメリカのニューズウィーク誌が報じていたんだけど、大方の見方はドニプロ川の東岸に展開してウクライナ軍によって、ヘルソン州全域特にクリミア半島と接している州南部を制圧されることを防ぐためとされていて、それを裏付けるかのように、8月13日にムイコラーユ州のキム知事がロシア軍の司令官らはドニエプル川を越えて退却していると述べて、ロシア側がヘルソンを放棄したことを示唆したほか、翌14日にはウクライナ軍南部方面の報道官らが、地元メディアに対して、ロシア軍が司令部をドニプロ川西岸の州都ヘルソンから東岸に移し、メリトポリまで後退したと指摘しているよ。西側のメディアの多くは6月頃から、東部ドンバス地方においてロシア軍はすでに戦闘の主導権を失っていると報じていて、前線のロシア軍の人員と最新兵器の不足を指摘していたんだけど、ここに来て東部戦線から部隊を南部に送ったことで、もはや攻勢に出るだけの戦力がないと見る向きもあるんだ。現状、ロシア軍がウクライナに新たに投入できる兵力については、正規軍ではないワグネルのような準軍事組織や、占領地域での親ロシア派武装勢力による徴兵に頼っているとされ、必要な人員補充ができていないというぜ。西側のメディアの多くは、東部ドンバス地方におけるロシア軍の動きからすでに戦闘の主導権を失っていると報じていて、前線のロシア軍における人員と最新の兵器の不足を指摘しているもんね。ロシアは、この特別軍事作戦の長期化を覚悟したのか、企業従業員に休日夜間の動員を強制する特別措置法として経済動員法を下院で可決して、特に軍需産業の生産性向上を計画しているものの、戦争であることを宣言した上での総動員令を発する考えはまだなく、別の法案で特別軍事作戦に参加した民間人や医師らを退役軍人として扱うことを決定したみたい。これは、国が特別軍事作戦に参加した兵士がウクライナから帰還した後の住宅購入や家賃を補助し、必要に応じて義眼や義足を提供するなどして優遇するもので、交代遇を提示することで志願兵を募集し、
前線の兵力を補充するための布石と見られているな。実際にロシア国内では、一部の国営企業において従業員に軍事作戦の契約兵となるよう進めているとされ、地方では志願して契約した兵には、平均月給の5倍以上とされる20万ルーブル約43万円の報酬を約束する例も見られているというぜ。いくらもらっても危険な戦場には行きたくないけどな。そして、多くの部隊が移動した後の東部ドンバス地方では、他の地域においても残留している住民によって、侵略者であるロシア軍に対するパルチザン活動が広がっていることが報じられていて、ロシア軍の移動を SNS に投稿したマリウポリの市長顧問が、住民によってロシア軍が管理している穀物畑や兵器修理基地に放火して炎焼させたとしたほか、ルハンシク州知事も住民が、ロシア軍が輸送に使用している鉄道の信号など制御装置などに放火して破壊し、ロシア軍の弾薬輸送に打撃を与えたと SNS に投稿しており、西側諸国の訓練支援などを受けたウクライナ軍の特殊部隊であるウクライナ特殊作戦軍の兵員がロシア軍の後方に潜入し、撹乱作戦を展開しているとの見方も出ているんだって。このロシア軍後方でのパルチザン活動が活発になっているとの情報が真実であるとするならば、ロシア軍や親ロシア派武装勢力は占領地の治安のための兵力を割かねばならず、東部に展開しているロシア軍はますます兵力不足に悩まされ窮地に追い込まれることになると見られているな。一方ウクライナを支援する動きとしては、8月11日にデンマークのコペンハーゲンにて26カ国が参加して、ウクライナ有志国支援会議が開催され、今後のウクライナへの支援について協議され、その結果、ウクライナの軍事力強化を目的として15億ユーロ約2000億円が拠出されることが決定され、ウクライナが要望する兵器の増産や訓練費用などのほか、ウクライナ国内に放置されている地雷除去などの費用に充てられることが決定されたみたい。また、それ以前には6月末に開催された北大西洋条約機構 NATO 首脳会議において、アメリカのバイデン大統領が、ウクライナに対して世界50カ国以上の国が協力して、対戦車ミサイルシステムなど14万機以上を提供し、戦車を600両以上、大口径榴弾砲を約500門と60万発以上の砲弾を提供するほか、最新のハイマースや M270H などの G マース誘導型多連装ロケット砲システムと、ロケット弾として 80km 以上先の目標に対して精密攻撃が可能な M31H 227mm ロケット弾を大量に供与し、ハープーンなどの対艦ミサイルシステム、ナサムズなどの防空ミサイルシステムなども供与することを、世界に向けて宣言をしているよ。ウクライナ軍においてはこの先、イギリスやポーランドなどでこれら西側諸国の最新鋭兵器を運用するための訓練を終えた兵士たちが、兵器と共に前線部隊に配置されると見られていて、それら戦力が整えられた後、東部と南部で同時に反攻に転じる可能性があるとの見方が出ているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。